後ろの山田さんの肖像画について教えてください。こちらはですね、亀井徹さんという画家の作品なんですよ。こっちの方に、ドクロの絵の作品もある方なんですけれども、この方はですね、何か1、2年前にクリスチャン・ディオール、ブランドのクリスチャン・ディオールのメンズにこの亀井さんの絵のプリントを使って結構世界的に一時期に話題になった方ですね。カメラに頼んで、カメラがいろいろ大変な時期とかもあったんで、これもだからどういう風にどういう絵描こうかみたいなのも相談して、こういう、ま、丸い絵のことをトンドって言ってルネサンスに多いのね。で、ま、あの変形のあれで描いてみましょうかみたいな。額がないので、その時俺初めて分かったんで、世の中の額屋さんって四角いガスに直線的な額しか作ってくれないんだっていうことが分かって、こういう棒出てきてんだよね、額って。それを切って作る組むから、直線の組み合わせの額はあるけど、曲線の額ってないんだよ、楽屋さんに。で、木工屋さん行ってくださいって言われてさ、木工屋さん行ったらさ、えらい高いこと言われてさ、こういう。